いしょ、あたた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 、よいしょよいしょ、よいしょ。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院フッカ副院長の松尾直樹です。今日もですね、膝の痛みに関するヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日はですね、しゃがみ込みですね。冒頭の映像でもあったようにしゃがみ込みとか、そこから立つ時にお膝が痛い方にぜひですねやってほしい、マッサージ、そしてエクササイズをお伝えできればと思います。でこれを見ることによって、あなたはですね、病院で変形性膝関節症って言われて、軟骨がこうすり減ってますよとか言われてると思うんですけども、電気、そしてヒアルロン酸注射、そして水を抜くことから一歩ね脱することができるんじゃないかな、自分で症状をね改善できるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。はい、ではね、ああいうしゃがみ込みからの立ち上がりだったりとか、しゃがみ込みで膝が痛い人、何がね原因なのかっていうと、これはすねですね。すねが外にねじれすぎてることが原因の人が結構多くいらっしゃいます。ではこれがどういうことかっていうのを今から説明していきたいと思います。はい、まずこちらね見ていただきたいんですけど、これすねですよね。すねの骨があって、これ太ももの骨があるんですけども、膝がねしゃがみ込みだったりとか立ち上がりで痛い人っていうのは、このすねがね太ももに対して外にねじれてる人が結構多くいらっしゃいます。外側にねじれてる人ですね。はい、特に男性は多いですし、女性でも変形性膝関節症がですねこうだいぶ進んだ方っていうのは、そういう風なですね足の状態にある人が多いなっていうふうに思います。じゃあね、これがなんでダメなのかっていう話なんですけど、こういうね外側にねじれてる状態ができてしまうと、内側のね、太ももの後ろの内側の内側ハムストリングスって言われるところですね、そこが上手に働かない状態になってしまうんですよ。はい、じゃあね、そいつらが働かないと何が起きるのかっていうと、半月板ですね。お膝の中に半月板って言われるものが入ってるんですけど、そこがねうまくねこう膝がこう曲げ伸ばしするときに外に逃げれなくて、そのまま挟み込まれてしまって痛みが出てしまうってことも当然ありますし、あとは牙側って言われる筋肉の集合地帯ですね。膝の内側だったりとか、あとは内側側副靭帯って言って、これも膝の内側ですよね。そういったところがですねストレスがかかってきてしまって、お膝が痛いっていうことがですね起きたりとかします。でね、ここで一回考えてほしいんですけど、今あなたがやってるその治療あるじゃないですか。でその外にこのねじれてるのがね、その治療で良くなってるのかどうかなんですよ。はい、病院で注射抜きました、水を抜きましたとかヒアルロン酸打ちました、それでこのねじれがね良くなってるのであればいいけど、良くならないじゃないですか、注射打ったからといって。で痛み止めを飲みました、それで元に戻るかっていうと戻らないわけなんですよね。はい、なのであなたが、ね、今やってることは症状に対しての治療をやってるわけなんですけど、それが起きてしまって原因を潰さないから、水を抜いてはまた症状が出てきて、薬が切れたらまた症状が出てきてっていうことが起きてきてしまってます。なので大事なのはですね、ここめちゃくちゃ大事なので言いますけど、何の治療をするとかじゃなくて、どこを治療しないといけないかをあなた自身がしっかりと分かっておかないといけないです。それが分かってないと意味のない治療っていうのをずっと続けてしまって、5年ぐらいですね病院に行ってますとかっていう風になっちゃうから、ぜひですね理解した上で今からお伝えするストレッチ方法、そしてマッサージ方法を試していただければと思います。ではですね、実際にやっていこうとまずマッサージをやっていこうと思うんですけど、やってほしいのがですね、まずお膝のシワを見つけてください。お膝のシワですね。まずお膝のねシワを見つけてほしいんですけども、一番内側ですね、お膝のこのシワの一番内側を見つけていただいたら、そこから指ね2、3本真ん中寄りにちょっとずらしてあげてください。ここから2、3本外にずらします。でそこからなおかつ指2本下ですね、ここに太ももの筋肉とふくらはぎの筋肉が交わるポイントっていうのがあります。はい、もう一回言いますよ。膝のシワの、内側ですね、一番内側をまず見つけていただいて、そこから指2、3本、真ん中指ですね。でそこから指2本ぐらい下、はい、だいたいこの辺りに内側の筋肉とふくらはぎの内側の筋肉が交わるところですね、はい、そこの境目っていうのがあります。でそこをね押していただくとなんか痛い感じ、あーなんか嫌だなっていうような痛さのところが絶対あると思います、はい、でそこを見つけていただいたら手をですね親指でグッとグッとこっち方向に押し込んであげてください、はい、押し込むだけですね。でこれ痛い方をやってあげてくださいね。右が痛い方は右側、左が痛い方は左をやってあげてください。でグーって押さえることができたらですね、ここを押し込んだまま、しっかり押し込んだままですよ、足首を上にこういうふうに上げていただいて、ここから内側ですね、ここから内側、ここから内側ですねっていうのをちょっとやっていただきたいです。でこの時の注意点が、太ももをね動かさないようにすること、こういうふうにずれないようにすることですね。ここの太ももは固定で、すねだけ内側内側っていうふうにやっていただきたいなっていうふうに思います。でもう一つ注意点、2つ目っていうのは、この内側内側っていうのをやってるとですね、みんな適当になってきてこういうふうになっちゃうんですけど、これだと意味がないです。ちゃんと足を上げて真ん中から内側、真ん中から内側、この意識をしっかり持ってあげてください、はい、これをね10回やっていこうかなっていうふうに思います。じゃあもう1回言いますね。さっきのシワのところですねから指3本、内側にずらして、そこから指2本、なんか痛いところがあると思いますので、そこをまず触ってください。で触っていただいたら、このまま太ももはしっかり固定した状態で、足首をですね上にクッと向けます。この状態で内側に10回ひねる運動をやっていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、ちゃんと真ん中戻して内側、真ん中戻して内側内側内側っていう風にしてくださいね。はい、1回休憩します。次2セット目いきますよ、はい、また足上げていただいて、ここからせーの、内側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 で、この時、何度も言いますけど、押さえてる手、指ですね、グッと押さえてるとこあるじゃないですか。そこは弱めないようにしっかり持ってあげててください。内側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 、はい OK です。で次はですね、手を離した状態ですね、手を離した状態で、手を離した状態で、ここからさっきと同じように内側内側内側、こういう感じですねっていうのをちょっと意識してほしいかなっていうふうに思います。これをね10回ちょっとやっていきましょう。はい、1、2、3、4で効くのはね、このね太ももの後ろの内側がなんか疲れてくると思います。その感覚が得られれば正解ですね。内側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 、はい OK です。はい、トレーニングは以上なんですけども、日頃の体の使い方ですよね。次は使い方なんですけど、よくね立ち上がってくださいっていうと、この足の向きがあっち向いたまんまですね、特に男性ですよね、こうやって横らしょって立ってあいだだだってなってる人が多かったりとかするんですけど、さっきも言ったようにこの状態っていうのは太ももに対して外側向いちゃってることが多いですので、別に軽く外向いてる分はいいんですけど、この足先ですね、足先がお膝の延長上に来るようにちゃんとしてあげてください。この延長よりも外の方に足の先がねこういうふうに向いてしまってると、痛めたりとかすることが多いですので、立つ前に1回この足の位置ちゃんと延長上にあるかなっていうのを確認して、そこから立ってあげるってことをしていただくと、お膝にかかる負担っていうのは減ってくるかなというふうに思いますので、そこはね日常生活で一つ気をつけてほしいところかなというふうに思います、はい、あとはシンプルに、例えばデスクワークしててそこから立ち上がるのが痛いとかがあるのであれば、一回さっきの運動ですね、パソコンやりました、トイレ行こうかなってなる前に一回この運動を、5回ぐらい入れていただいて、その状態から立っていただくっていう風にすると、その症状っていうのはですね戻りが少なくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ストレッチ、そしてエクササイズも大事なんですけども、そういう日常生活のところも気をつけていただければなというふうに思います。もうね最近ですねコメント欄、 YouTube のコメント欄見てると、このストレッチで良くなりましたっていう人もいれば、これじゃ全然効きませんでしたっていう方がいらっしゃるんですよね。で僕たちがやってないのに良くなる、何十年痛かったのが良くなりましたっていうことは、治療ってぶっちゃけ何でもいいんですよ。僕たちが触ろうがあなたがストレッチをしようが何でもいいんですけど、大事なのがあなたはどこをやらないといけないのかをちゃんとね理解した上で、やっていく必要が僕はあるんじゃないかなというふうに思います。はい、なので今やってる治療は私のなんだろうな、痛みのどこに対してやってるのかをちゃんとあなたもやっぱ分かった上で、治療を受けるってことをやっていただきたいなというふうに思いますので、ぜひその辺も意識して受けてみてください。今日のですね内容良かったなと思った方はいいねボタンだったりとかコメントの方もよろしくお願いします。はい、そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。